よっしゃ、やっていきましょう。怪奇学園ザ・セリアのクレイジーゲーム実況プレイということで、はい、多分今パートが最終回になると思います。最高、よし行くか。はい、これで行きます。回復できる場所あったね、ここに。普通に行こう。移動装置か。おそらく次が最後だ。持ち乗ろんよ。来たか。貴様らは人は正しいと思うのか。人の感情、そんなものゴミに等しい。私の計画は何も人類抹殺計画などではない。私は人から心を消したいのだ。心がなければ人はより分かり合える。そして人を裏切ることもなく、人同士で争うこともなくなる。人は動物の一部と化し、今までのような醜い出来事は過去のものになる。環境破壊は防がれ、民族紛争はなくなり、地球は元の穏やかな星になる。それこそユートピアだとは思わないか。思わないね。確かに人は愚かだ。絶え間なく続く戦争、裏切り合い憎しみ合う。でも俺は忘れない。そんな中にも真に平和を願い、地球ごと考えている人がいること、俺は忘れない。俺の仲間がそうであること。心がなければ人じゃなければ俺はこんな素晴らしい仲間と出会えなかった。だからこのかけがえのない仲間がいなくなるとするならば、俺はあえて地球が滅び人類が憎しみ合う道を選ぶ。愚か、愚かじゃないさ。人間なんてそんなもんだ。所詮は自分の目の周りだけしか考えられない。だから自分の目の周りにいる人は精一杯守ろうとするんだろう。たとえ化け物だろうが何だろうが、友情ってのは左右されないもんなんだ。臭いセリフだけどな。俺は友を殺して力を得た。もう人が目の前で死ぬのはごめんだ。芝、お前以外はな。ったく、俺の町めちゃくちゃにしたんだ。そのお代だけはきっちりもらって帰るぜ。俺たちは正義じゃないかもしれないけど、でもお前だって正義じゃない。俺のデータ盗み見したんだ。ただ盗むとは思うなよ。親父もあんたも笹川も、もう過去に縛られるのはやめにせんか。でもどうしても立てない言うならしょうがないって違うかな、こういう結末も。気持ちはわからないでもないけど、でも私はこのままでいたい。このままじゃないとダメだから。私は人に物を言える立場じゃないけど、それでも私は兄と、てめえみたいなやつを世間一般でクレイジーって言う。ムカつくんだよ、消えない。俺は俺の生活を崩してお前を許さない。ただそれだけだ。うなるんだよ。あいつが託した力が俺の中でうなってんだ。行くぜ、俺の思い出と一緒に消えてくれ。ゴタクはいいの、こんなところでゴタゴタしたくないの。私は姉からもらったこの命、私は二人で戦います。揃いも揃って愚か者ばかりか。いいだろう、来い。計り知れるかこの力。神は私だ。故に私が世界を決める。多くの理論にこぎつかじりつきやがって、結局は一番醜いのは君なんだよ芝。うるさいわ。ここでなんか雑魚っぽいセリフ吐くね、お前を。自らが正しいと証明するなら私を倒してみろ。倒してみせるさ、それが俺の定めなのだから。行くぜ、火力でご了承。
あ、やっべ、あ、いいのかな、危ねえ、お前びっくりした。おー、そうだ、そのなんか銃持ってるキャラ使うの当たり前になってたからさ、なんか弾数ゼロってえってなった一瞬。先手必勝、あ、まず威圧する、いや、効かなそうなんで普通にやります。さあ、行こうか。ちょっとこの辺の火力見ていきましょう。ジョーカー、さすが化け物地味でる。なんでお前ら銃より強えんだよ。なんで銃より強えんだよ。当たり前のより銃より強えじゃねえか、ふざけんなわ。ちょっと前作組が強すぎる。粘膜だから多分本体じゃないんだろうなと俺は勝手に思ってるんですけど、皆さんどう思います？ほら、こっちだよな本体は。やったろうじゃないの。わあ、てめえバフかけてんじゃねえこの野郎。下げろ下げろ、下げ続けろ下げ続けろ。向こうが上げんだったらこっちは下げ続けろ。ちょっと右翼なんちゃらなんちゃら客どんぐらい入る？銃使うよりか入らないからさすがに。おー、そんなもんか。あー、ちょっと次のターンリロードだな。さすがに銃弾の方が入るか。ちょっと前作組が強すぎる。あっ、コンシェルジュの一撃。待ってください、それはちょっと聞いてない、それは聞いてない。マジか、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、それはね一旦ね、ちょっとね待ってくれ、それは待ってくれ。覚醒剤使う、ちょ順番に行こう、順番に行こう、順番に行こうな。よし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 、ちょお前一旦あの応急処置な、一旦応急処置な、そこはそこはちょっとやっぱ順序があるから。よろめき、なるほど。よし、ここは打ち込みの、ちょっとこれ回復しとこうか。ここはおたれ大丈夫でしょうか。前作組が強すぎるな、全体攻撃きたね今。ちょっとここは一旦回復に徹しよう。応急処置、一旦ここ全員回復しようか。ちょ、一旦リセット、一旦リセット、まあ、これだけあるからちょっと惜しみなく使おうぜ、惜しみなく。全員回復、間に合わなかった。これでもなお素早さが足りないというこの事実な。ちょっとまあ最悪3人でもいいけど。おい、そこ当てろよお前バカ。やばいなこれは。ちょ、よろめきはまあ なんとかお前らどうにかしろ。どうにかしろ。一旦正当風の回復しないとダメだよこれ多分ね。よし、お前まずは回復しろ、まず回復しろ、とにもかくにもまずは回復しろ自分自身を。あ、倒した。は、お前第二形態とかあるよなさすがに。
今さ、セチュナの見切りっていうの知ってる、みんな。知らない方、YouTube で調べて。放り投げたと言われ、直接口に放り込んだの、お前。貴様、何をした？おし、ジャストタイミング。みんな逃げるぞ。はい。なんかもうちょっと、なんか歯ごたえないな、ラスボスの割には。俺もうちょっと長期戦を期待してたんだけど、前作組が強すぎたな。リロードなしのさ、いや、それはあのエンディングで語ろう、ちゃんと。残り6分、本当に来るのか分かんねえ。大丈夫かな、あいつら。貴様らは逃げんの。やることがあってね、創造神の方と足な。なるほど、いいだろう。ほぼ意識を消滅しているが、俺たちはあんたのことを憎んでいる。本当ならお前を殺したかった。いや、殺すことにはなった。一つだけ言いたいことがある。俺たちの命を救ってくれたい。お前は嫌なやつだけど、それだけは感謝しよう。俺たちは生きていなければ、忍者たちの思い出すら作れなかった。ありがとうな、シマ。礼など言われるとは思わなかった。行くぞ、シナモン。そろそろ時間がやべ。ああ、そうだな。待て、なんだ。くそ、やっぱ来てないか。まあ確率的に低かったからな。沢本の親父がヘリ呼んでたから、それに乗って脱出するなんて、はっきり言って無謀だったな。それじゃ走るのか。いや、どの道あと3分しかない。走っても爆発でおじゃんだろう。それじゃあ、ヘリの音なの今の。なんか銃弾ばらまいてるような音だったけど。よー、てめえら無事か。あ、天川さん。誰？雪の兄ちゃん。早くヘリに乗れ、死ぬぞ。本当だよ。なんだか助かったみたいだな。ああ。そんなわけで、俺たちは天川さんのヘリで町を脱出した。3分後、町はきれいに爆破され、大きなキノコ雲が、窓越しに見えた。そして俺は今ここに。はあ、なんか和みますな、おじいさん。そうですな、おばあさん。いやー、和みますな。お前さっきからそればっかじゃねえか。だってよ、なんだか気が抜けちまってさ、今の俺は黒い砂糖水状態なんだよ。抜け抜けだな、俺。そういや、みんなは。ああ、結城は天川さんと一緒にどっか行っちまって、日野はあんなやつだからいつの間にかいなくなってた。笹川と荒宮、どっか二人で消えた。ちょ、消失者失踪者が多すぎる。あとは倉持が貧血を起こして運ばれてたっけな。みんな離れ離れ。まあしゃあないだろ。俺たち生きてんだよ。じゃないの。っていうか、何、俺告られたんだよね。マジか。それはおめでとう。ありがとう。
しのくん、ちょ思い出すよね、しのくん呼びすんじゃねえ、お前しのむらくんとか途中言ってたじゃねえかよ、統一しろよ。何ねえ、せっかく海なんだから泳ごうよ。泳ぐって水着は。いいじゃんいいじゃん、別に服のままでも。服のままって。おいおい佐野、わお、なんだよ沢本、あれ、そういや、あ、なんだよ気持ち悪い。私のこと関西人じゃなくて沢本って呼んでんの今。それがどうした、ちょっと嬉しいかも。は、いいからいいから。いやー若いっていいですな今井さん、青春真っ盛りですよ、夏ですね。あ、海の中に入りました今井さん。よーし俺も入ってコードの胸でも揉んでくるか。やめとけひささか、冗談だって。あーしかしなんだね、これから俺たちどうしようか。帰る場所もないし、かといって警察の世話になるのも嫌だし。旅でもするか。旅？いいねそれ。旅か、なんか古典的にいいんじゃない？よし、そうと決まればそこらにあるバイクでもかっぱらって。そういえば、お前ら忘れてないか？かけねえ。かけねえ、俺は覚えてるよ。1万だよ。ほら。あの二人くっついただろ。待って、何のことやら。とぼけんじゃねえぞ、今日の朝言っただろ、これ一日の出来事なんだよな、驚くことに。てっちゃん、なんでそのことばっかり覚えてるかな。1万だ。なあ、ささか、なんだい、戻らなくていいのか。グリフィン、ああグリフィンね。どうせめんどくさい書類が山のように積んであるだろうからな。お前それでもリーダーか。まあ一応は大丈夫だよ、僕の顔は一部の人にしか知られてないから。それよりもパスタが食べたい。イタリアンレストランはどこにあるんだよ。ダメだこれ。なんだ今回俺たちが体験したこの一日、昨日俺がやってたゲームにそっくりなんだ。へえー、そのフリーのパソコン？ああ、名前は、そうそう。ったく、なんだよそりゃ。しかしそれも踏まえて、このゲームマジでチンケでイカれてんな。なんで最後自虐なんだよ。作者の自虐で終わるのかよ。なんだこの終わり方、これでいいのか、良かったのか果たして。はい、ということで、これ篠村か。怪奇学園ザ・スリアンとクレイジーゲーム実況プレイいかがだったでしょうか。まあ、ちょっとね途中まで俺怪奇学園前作見てなくても大丈夫みたいなことを当たり前のように口走ってたんですけど、ごめんなさい、バチバチに前作とつながりがあって、なんなら前作キャラが全部ほぼ全部出てきたっていう、生存者は。まあ、ちょっとそこら辺詳しい事情みたいなのは、まあね、前作無印版怪奇学園の実況プレイがサブチャンネル、動画、過去動画保管庫っていう別のチャンネルに上がってるので、まあ、ぜひぜひそちらからね見ていただければなというふうには思うんですけども、一応ね動画上げてはいいんだけど、なんかパート3だけね抜けちゃってんで、そこだけちょっと申し訳ないんですけど、まあ、だいたいストーリーは分かるようにはなってるんで、あとまあ画質はちょっと落ちてるけど、サルベージした動画なんで、はい。まあ、そんなこんなでね、今回こちらのね第2作目、まあ完結作だね、怪奇学園ザ・シリアン&クレイジーゲームやらせていただいたんですけども、まあ、非常にねシステム面、グラフィック面、顔グラね主にとかいろいろ進化してて、相変わらず誤字脱字とか意味わかんないバグみたいなもんはあるんですけども、こうして何よりこの無事にエンディングを迎えられたという点、
本当に詳しいことはちょっと前作のね、あの実況の最終回を見ていただきたいんですけど、まあ、とある事情によってね、あのエンディングが見れないという本当に締まらない終わり方をしたんで、こうやってエンディングを見つつエンディングトークができることを俺は非常に喜ばしく思ってるんですけどもうそれだけで本当に価値がある、やったなっていう、やり終えたなっていう、はい、そんな価値のあるゲームでした。というか前作組どうなったんだろうな、あの後なんか芝にさ呼び止められて、あの後どうなったんだろうねえ。今作組のさみんなはその後のことが描かれてたけど、クリアご苦労様でしたなんかちょっと変なんだよな、変人なんだろうな作者さん。ちょいちょいなんかネタというか結構メタっぽい自虐が入ってきたりとか、まあ、それもそれで結構面白くはあったんですけど、あーおまけ部屋だ、世界観崩壊のおまけ部屋だえ誰操作してんの俺、兵士、一般兵士。まあ、ちょっと話聞いてこうか。じゃあ早速、キリトこと、キリト、なるほど、それは生きていいわけだ、すごい生きてたもんなお前な。それでは僕のことが知りたいかな。はい、そうだね、やはり僕のことが気になるか。僕も実は2制作当初からいたメンバーなんだ。あ、もちろんこんなナルシストじゃないよ。僕の場合はこの髪型が最初からいたんだよね。ちなみにこのグラは主人公の友人、つまり佐野にあたる人のグラだったんだけどね。さすがにキャラが濃いすぎたから僕の方に回されたのさ。さてと僕の話をし始めたら作者は永遠と語り出すんだけど、僕は人間の汚いところをより集められて作った存在みたいね。んで、その汚いところを優しさで埋め合わすというか、なんというか、つまり一番人間臭いキャラに仕立て上げようとしたんだってさ。みんなはどう思った？僕は人間臭い？まあ僕自身の設定がぶっ飛んでるからちょっと見えなかったかもね。だからどちらかというとただのナルシストキャラというか変人というか、なんか特殊能力が使えねえ、なんだっけ、華麗なるなんちゃらかんちゃらが使えねえ感じのキャラっていうイメージが定着しましたね。うん、なんか最終的ななんかなんとかの一歩ってやつは強かったけど、ちなみに僕がグリフィンのリーダーっていうのは完成1週間前に思いつきました行き当たりばったりの作者で済まそうだね。んで僕の順位は2位、やっぱり作者は変人だね。なるほど、カルマこと沢本和樹、メイキングを見る。はい、基本的にことの成り行きから作られたキャラ、話の辻褄と展開を作るために強引に作成しました。3人組の研究員で唯一まともな生活を送っています。俺の研究所での行動は裸で見ればかなりの悪役っぷりだけど、はっきり言えばあの3人の中で唯一自分の道を切り開けなかったかわいそうな人です。こういうおじさん作者を好きなんだとか。あー、なるほど。じゃじゃーん、ヒーロー天川三条、そんなキャラだったっけお前。まあ俺の設定って言われても簡単に言えばいい年越えてヒーローヒーロー言ってる変なおっさんなんだけどね。一応グリフィンの中でもトップクラスの実力で、なぜか前作死んだと思われてたけど牢獄に囚われて生きてましたおそらく後でグリフィンに人質として盾にするつもりだったんだろうな。10位、あー、私のこと聞くんですか。はい、そうですね、作者が言ってましたが、ラストで一番動かしにくいキャラだったそうです。何せ私は別に残ってもいい人だったんで、別に大した理由もないし、誰か友情で奏でたわけでもないし、私も結局天川兄さんを出すためだけのキャラなんですよね。別にいいですよ別に可愛さがあるからね、そこだけはまあ組んでもいいのかもしれない。前作の主人公は金森裕二だ。はい、うん、まあ特に俺の設定で言っても特に言うことはないんだけどね。とりあえず前作で生き残ったやつは全て出すみたいなプランで行ったから俺も出演しました。作者としてはドット絵の横グラフィックがすごくお気に入りらしい。ちなみに俺の剣術は我流です。俺の特技の放線化とか一体どうなったんだろう。まあ全てはゲームということですんで。へえ、9位なんだ。でもお前一応前作主人公だろ。式神さんごめんね、前作で色神さんって言って、式神さんですよね。はい、俺はだな、別に話すこともないだろ。
今回特に目立ったこともしてないし、あえて言えばこのセンスのない服くらいだろうな。もうめんどくさかったらしい作者。こんな服着て歩いてたら間違いで行動だろ。あーなるほどね。俺地球神さん結構好きだけどな。アラミ、超絶不良系少女アラミのはずだったんだけど、全然普通の人になりました。常識人だったよな、思いのほかな。私はささかあの話をスムーズに済ませるために作られたんだけど、ほんとそれだけのキャラになったな。ほんとはうるせってとして、私は以前彼氏に騙されて複数人に強姦されたっていう、まあかなり暗い設定があった。ささかあのおっと失言だったかながそれだな。で私のランクは14位。ささかを引き出してくれた例だそうだ。クリアありがとね。私の話聞きたい？イエーイ。影薄っ。はいはい、みんなそう思うでしょ。私非常に影薄いって。ほんと困るんだよねマジで。私のポジションは無党グループにあたる久坂くんあたりかな。つまりメンバー合わせのための補充要員。当然作者には何も思い入れはありません。しかも久坂くんは裏話があるけど私には何にもなし。ある意味一番この話の中でかわいそうなキャラ。おー、久坂最下位なのじゃ。どうもどうもクリアありがとね。じゃあ私の設定でも話そうか。大阪弁のキャラ一般的にうざいです。でも作ってみたかったんやな。作者トライアンで裏ウッドが好きやから、こうなんていうの、陽気な感じみたいな。本当なら私は親父のカルマを出現するために作られたキャラだったんだけど、俺もまた武藤のオチを引き出すために佐野とくっつけさせられました。で、行き当たりばったりな展開やな。ちなみに作者お気に入りランクは12位。大阪弁失敗がこのランクの理由。まあなんかところどころ大阪弁じゃなくねみたいなとこあったから。どうもクリアありがとう。私の設定聞きたい？ね、作者的に言わせてもらうと、女性キャラをつくづく書くのが苦手なんだと痛感したそうです。はっきり言って私が篠村くんに告ろうが何しようが作者はどうでもよかったみたい。ただ最後の武藤くんたちの、武藤くんたちのオチに言わせるためにくっつけたみたいね。ああ、私って一体、前作で言う切り裂きっていうか、RPG の王道ヒロインを演じさせてもらいました。6位。まあメイン2人は後回しにしよっか。お前あの後どうなったんだよ。物好きだな、まあいい。俺の設定は唯一最初の結果からあったものだ。もちろんのこと、今のような DS で桐崎の弟としてではなく、謎の変態少年として芝の下で働く工作員として作られた。まあそれがコロコロ変わって今の俺に至るわけだ。余談話をすると、日野淳の淳は初めに考えた主人公の篠村淳の淳から来ている。作者的には全キャラで8、本当の意味の生き残りに栄光あれ。どうもどうもクリアおめでとうさん。俺のこと聞きたいの？俺はね、はっきり言うとね、二人組のプラスワンみたいな感じなんですよ、ね。だからセリフの数もめっちゃ少ないし、特定したイベントも少ないっしょ。いや、本当は今井と同じく裏話があるんだけど、出すには少し唐突すぎる面があったので却下。サンバカラスの倉持と並んでもうどうしようもないキャラになりました。じゃあクリアおめでとう。俺の制作ヒストリーが聞きたいの？はい。俺はそうだね、前作のニッタあたりのポジションで作られたキャラなんだよね。やっぱりパソコン得意なやつは一人いた方がストーリーはすごく組みやすいんです。ちなみに IQ190 って設定はこの作品の中でほとんど認識されない、意識されないものとなりました。確かに本当は当初意味があったんだけど、ストーリー展開上いつの間にか坊主ネタに。そのうち HP にそのホームページか裏話載せます。はいはいはい、確かに俺も冴えてるキャラは好き。あ、どうも。え、私のことが聞きたい？そうだね、基本的に今回リアンは特に活躍の場がないよね。というか久坂、倉持、リアンと出番なしサンバガラスなのよ。あ、前作やって気づいた人もいるかもしれないけど、前回黒髪だったリアンがいつの間にか金髪になってるのは死んだ DS のアニャのスーンの影響だそうです。はい、語る必要もないのかなと思い本編では言いませんでした。
そうそう、この分厚いコートだけど、この下には何百メートルものピアノ線が編み込んであります。なんで一人だけこんな重装備かっていうのは分かったよね。ちなみにランキングは15位。出番ないけど裏話が多いからここかな。どうも。ん？俺のことが知りたいって。そうさな、俺は前作でいう式神のポジションなわけだが、まあ、完全にそうだよね。見事に被っちまったな。まあいいんだ。気づいてると思うが、俺と式神には一つ接点がある。が、話の展開上おかしくなって、見事お蔵入りコーナーのレターに収まったわけだ。今があったら見てくれ。ちなみに俺のランクは11。やる動かしやすいからだろうな。ほにゃー、桐崎です。私の紹介聞きたい？私はね、金森と同じように前作生き残りとしてゲスト出演したのね。ちなみにレターで見られる日野が弟というのは、前作で私一人だけ DS がいなかったので、あ、ちょうどいいやみたいな軽いノリで作りました。それに前作で私だけにシェバが何か伝えたんだよね。本当は前作でそれを最後まで作るつもりだったのに、なんか面倒になってやめちゃったわけ。まあ前作でいう謎は全てこの桐崎こと私に関することね。これまた失礼しました。13位。佐野大地。ん？なんで俺のこと聞きたいって。はい、そうさな、俺の特徴としてはやっぱ V 字カットかな。あ、いや、そういうわけでもないか。よくよく考えてみれば、このゲームの中で全くもって普通な人は俺だけなんだよな。まあ PS って設定もあるけど、結局ほぼ発動せずに終わっちゃったし、変に暗い覚悟があるわけでもないし、美味しいところはコーナーに取られちゃうし、キャラが薄いといえば俺がダントツで一番だろうな。まあでも作者としては作りやすかったらしいよ。動かしやすいんだろうな、俺みたいなキャラは。んでもって作者的には3位。動かしやすかったのが最大の理由。ほう。天川は聞いた。キド、いえ、作者です。前作いたよな、キドな。篠村です。一応主人公の。え、俺について知りたい？はい。そうだな、俺について。正直なところ俺はここまで壊れる予定じゃなかったんだよね。急に壊れたよね、なんかね。沢本を襲うなんてはっきり言ってイベント作ってる最中に勝手に手が動いて作ったものだし、ロストナンバーの設定はあったけど、ここまで強くなるなんてことはなかったし、というかぶっちゃけ俺の設定グールの主人公に激似なんだよね。確かに。まあ、やっぱなんかこのね、 RPG 感、学生が出てきてこのサバイバル、デスゲームっていうあたりの結構グールと類似してる部分ありますからね。うん、まあ確かに。いや、作ってる最初に気づいたんだけど、まあそれに気づいてグールの主人公はそこまで狂わなかったでしょ。もうなんでグールやってること前提なんだよ。まあやってますけど。なんならこっちは狂うところでは狂いますよ。ええみたいなノリでここまで突っ走ったみたい。いうか結局こういう主人公って少なくない？自分の仲間に物のごとく利用される主人公なんてさ。そんなこんなで俺の作者ランクは1。まあ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 主人公だしな。え？何もしまへん。レターシステム、ちょっとそこら辺も行こうかな。ん？マスターキー。聞いて、じゃあ作者に聞こうか。ストーリー秘話。秘話っつってもね、強いて言うならグールに似すぎたってことかな。そうですね。主人公バケモンだし、敵が科学者だし、お助けキャラ登場するし、階層、多めだし、不良少女パクってるし、武藤モロあの人だし。はい。オーバートリップってしまいましたね。まあ何よ、今回のストーリーに関しては作者の開き直りが一番関わってくるかな。ほらね、前作グールにそっくりだったでしょ。やっぱ似すぎっていう苦情があったんです。作者猛反発、猛反省した、猛反省して猛反省して猛反省したら開き直った。いいんじゃないですか。うん、いいじゃねえか、パクリで。んなんでパクリで言ったら、今の RPG なんてドラクエのパクリじゃ。となんだかよくわかんない理由で自分の好きなものを作りました。それが一番よ。え、ふざけるな。まあフリゲンなんで許すってことでどうか。
とウイルスメール送るんだ、勘弁してください。メアド分かんないんで大丈夫です。はあ。じゃあ制作日時日は、ちょくちょく作者のホームページを見てる人は分かると思いますが、この怪奇学園 SCG は怪奇学園の続編としては7つ目くらいに作られたものです。はい、だからこんなに完成が遅れたんですね。なんでこんなに作ったかっていうと、作者はもう作るか卒業したかったんです。だってもう高校生だし、高校生が作ってんのこれ。いやもうさすがに高校生じゃないだろうけど、当時ってこれ作ったってすげえよ。すげえな。でもな、俺が好きなフリーゲームで、まあちょっととある RPG 感だけど、それもなんか高校生が作ってたっていう超大作だったから、やっぱすげえよな。それ知らないんだよな。結構作ってんだね。しかもほうほうほう、他のゲームは作ってるのかね。デジファミはもう消えました。デジファミはもう消えた。シューペレをさ、サルベージしてくるのに一回行ったんだけどさ、めんどくさかったよ本当に。遡って遡って、キャラヒバ、はっきり言ってそんなんないです。思うがままに自分の好きなキャラを作りました。まあ、ゴレンジャー理論を崩さない程度に作ったはずなんですが、どうも薄かったですね、キャラ。大所帯ということもあって、みんなかなりキャラが薄くなりました。ひささか倉持、荒見あたりはかなり薄くない？今後の反省点ですよね、これは。レターってのもちょっと気になるけど。ピューン。金森グループのその後。一番気になる。ふう、なんとか生き延びれたな。え、ちょっと BGM このままなの。まったく黒ひげ危機一発じゃだったじゃねえか。ちょっともう喋りすぎて滑舌が回らなくなってきた。でもまさかあの部屋の地下に隠しシェルターがあるなんてね。しかもその上で爆発したのに、こっちには衝撃の一つも伝わりませんでした。科学力やイーズコイ。さてと、俺たちはもう解放された。もうグリフィンにいる必要なんてないし、俺たちも4人で行動する義務はない。そろそろ解散しようか。でも桐崎、お前を芝に言われた弟さんを探すんだろ。俺も感じてた。おそらく日野ってやつがお前の弟だ。あいつもうすうすは気づいてるはずだ。言ってやれよ。うん、じゃ俺もちょっと用があるから。あの少年ですか。ああ、この指輪、俺の昔の一つ下だったか、新垣以前の親友だった。少しは顔見てくら、いろいろで言いたいこともあるし。そうですね、私は父母の元に戻ります。彼らもおそらく組織の一派でしょうけど、私の親ですから。姉の訃報と私のことを伝えたとは、何しましょうかね。でも生き続けますよ。俺はまずは墓参りだ。それから剣道場でも開くかな。もう平和に暮らしたい。戦いのない平和の世。それではここに俺たち4人解散を決める。解散。あっさり終わったな。武藤と愉快な仲間たち。はい。だあ。なんでだよ。なんで今井ばっかり当たりアイスが当たるんだよ。小学生かお前ら。これで俺の5連勝。世の中言い換えできねえよ。意味わかんねえ。てかよ。もうやめようよ、ひささか。
いくらここは鹿児島だからって12月にアイス5本も食べるバカはいないだろう。何言ってんだよ、あのおっさん見ろよ、この冬に短パンと T シャツと麦わら帽子、苦しいほど涼しいだろ。きっとあのおっさん頭いかれてんだよ。だってさっきから震えてるぜ。この手紙は届かないかもしれない。でも届いてほしくて送る。式神さん、あなたはまだ一人ですか。俺を引き取った父さんは事故でずっと昔に死にました。母さんは生きてますか。名字の変わった俺たちだけど、式神さんはずっと俺の兄さんでしたね。俺は今旅をしています。かけがえのない友達と、今俺は旅をしています。こんな俺にも、こんなバカみたいなことができる友人ができました。式神さん、新垣さんのことは忘れた方がいいと思います。俺たち兄弟が別れてから、兄さんの支えになっていたあの人は、今はもういない人です。でも兄さんには、きっとまだ支える人が必要だから。式神さん、いや、兄さん、これからは人のためではなく、自分のために行動したらどうでしょうか。自分のために行動すれば、きっと自分に合った仲間ができているはずです。俺は、こいつらに出会いました。兄さんは、誰と出会えますか。6本目も俺の勝ち。なぜだ、俺にあくまでもついてんのか。単に運が悪いだけじゃ。くっそー、訴えてやる。いつかあの場所、あの時。カルマ教授のその後、死んでないんじゃない結局ね。 100% 助かるみたいなこと言ってたもんね。懐かしいものだ。何十年ぶりだ、芝。いつの間にか生き上がって。本当は俺が倒すはずだったのに。ロームもロームだ。あいつも一人でやりやがった。解放されたのかろうな。いや、笹川ケイト。難儀なものだ。カルマ、芝、ローム、芝。お前の名前だけがわからない。あの三人の中でお前だけ名前がわからない。お前の名前は何だったんだ。なあ、教えてくれ芝。こんなことじゃお前の墓標に名を刻めんよ。そうだな、お前の名前は芝だ。誇り高き創造と破壊の神よ。眠れ、ここがお前の墓場だ。気が抜けんだよな、シリアスシーンの後にいきなりこの BGM 流れっからさ。天川さんと勇気。何これ、え、月でかくね。何これ距離感が。遠近法が仕事してない。悪かったな、レイカ。お兄ちゃん、4年間もブラブラさまよってた。でも肩はついたから、もう俺はただのお前の兄ちゃんだ。一人の人間だよ、レイカ。そうだ、花火でもするか。懐かしいだろ、昔やったよな。久しぶりに。どう、お兄ちゃん。あ、すまん、電話だ。あ、笹川リーダーは残党っすか。あの4人組はいない。役に立たないやつらっすね。いや、でも今立て込んでて。言ったら、え、お兄ちゃん戦いたくてうずうずしてる顔だな。行けばいいじゃん、戦ってきなよ、正義のヒーロー。レイカ、はい、大丈夫です、今行きますんで。レイカ、ごめんな。大丈夫、待つのには慣れてるよ。もう少し待っててくれ。そしたら兄ちゃん平和に暮らすから。バイバイ。
うい。タイトルに戻る。はい。ということで、非常に長くなりましたが、怪奇学園ザ・スリー&クレイジーゲーム実況プレイ、ここまでご視聴いただきありがとうございました。いや、無事にエンディング迎えられてよかったね。ほんと悲惨だったからな前作は。はい、長時間のご視聴お疲れ様でした。